こんにちは。今回は本当に頭が真っ白で何にも思い浮かばなかったので、とりあえず絵の具を適当に出して何か思い浮かんだものをそのまま描いていくという感じで描いていこうと思います。で、まず適当に色を出しました。もうこれは青、赤、白、黒、茶色、こんだけですね。そうなると、まあ、ひとまず風景なので空を描きますよね。なのでひとまず、青に白を混ぜて、そこにほんの少しの黒を混ぜて、ブルーグレーを今塗って白で伸ばしてる感じですね。で、そこから赤があったんで、まあ、赤と青を混ぜて紫色を作って、それを今伸ばしていっている感じですね。まあ、いつも私は空想風景を描いているので、だいたいこんな感じで頭は真っ白な状態から描き始めている感じがほとんどです。なので今回もこれ本当に全く真っ白な状態なんで、とりあえずなんか綺麗な夕日を描こうかなっていう感じで、今ある色を使って描いてますね。まあここまでは描けるんですよね。で、ある程度なんとなくうっすらと雲を描いておきますね。で、夕日とか空を描くときは、空はこの状態で上からコントラストを強めていこうとしても、色が土台の色と馴染んでしまってうまく乗らないので、半乾きになってからコントラストは強めていくと、少しずつ描き出していく感じで描いていくと、夕日の空っていうのは綺麗に描くことができます。なので、まあここの段階では適当にこんな感じで今夕日が描けました。そしたらこの下の部分ですね、ここに今これ赤紫があったんで赤紫をこれ塗りましたね。そうするともうこの段階で、あ、もうここ海っぽいですよね。じゃあ海にしようかなってここでひらめきが生まれますよね。で、この海っぽくしたんで、じゃあここに山描いてみようかって感じで山描いてます。これ例えば今紫で海の部分描いたんですけど、この部分を茶色とか緑とかにすると草原になりますよね。で、草原になったら、じゃあ木を描いてって、で手前に木を描いてってなると、森から抜けたようなそういった草原の景色になるし、今みたいにこうやって紫をこうやって描くと海っぽくなりますよね。で、この海の幅も今ちょっとまだ自分の中で曖昧なので短めにしてますけど、これ手前の方までぐーっと持ってくればもう砂浜を描いて海の景色になりますよね。ただこれ今ちょっと海の部分をすごく短くしてるので、この段階で、あ、じゃあ手前になんかこう砂浜を描いて雑草を描いたりしてもいいし、なんかそんなような風景もだんだんとこう描いてると見えてきますよね。なので頭が真っ白な時っていうのはずっと考えてても何も始まらないんで、こんな感じでとりあえず、手を動かして描いていくと、そこからこうひらめきが生まれてきますよね。そんな感じで今描いてますね。で、とりあえずこの真ん中にね、キラキラキラっとこう光を当てたような感じのね、この海がキラキラしてる感じ、少しずつこうやって描き足していくとイメージが湧いてきますよね。で、今これ茶色塗りました。で、このままだとここがもう砂浜になって波がザブーンってきてる感じにしてもいいんですけど、ここでね今緑を出しました。
で、緑と黒と茶色。で、緑に茶色を合わせてちょっと落ち着いた色合いを作りますね。で、それにほんのちょっと黒を混ぜて、ハケにとって、ポン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 とこう軽く叩きつけるようにして、置いていきますね。あ、そうするともうこの段階でどうですか？ちょっとこの丘の上から歩いてきたら、わーっと海が広がっていたっていう場所に出てきたような、そんなイメージがもうここの段階でできてきましたよね。ただこの段階だと、緑が緑しすぎちゃってますよね。この空の色合いと一致しないんで、ここで今赤を緑に混ぜて、空の色合いを少しこの雑草のところにも入れていってますね。そうすることで絵に統一感が出てきますよね。この空の色合いを、葉っぱとかこの木々のこういった部分にも取り入れていく。そうするとこの光の反射によって、まとまりが出てきますね。で、今この黄色を少し多めにして描いてたら、なんかちょっと花っぽくなったんで、あ、じゃあここ花をいっぱい咲かせようかなって、こうひらめきがこういう風にね、どんどん生まれてきますよね。今このハケのパラパラした部分のこの部分を使って描いてたら、いい感じになんか花っぽくなったんで、そんなねひらめきで、どん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 今これ描いていってる感じですね。でもやっぱりこのね、細い筆のがやっぱり描きやすいなって、ここで気がついて、今細い筆で花をね描き始めました。もうさっきなんとなく、あ、花っぽいな、じゃあ花にしてみようかなってひらめきが生まれて、もうここではもう花を描こうってもう頭の中にも決まってますよね。もうそんな感じで、このひらめきから何気なく描いている中で生まれたひらめきから、こうね風景が生まれてきます。今これなんかこの辺に木描いたらどうかなって感じでイメージして筆をあてがってたんですけど、やっぱちょっと違うなって思ったんでやめました。でもう今回はまあこの花にしようってね、もうここで決めて、このね花を、黄色い花を今描いてます。ただこの段階だとまだちょっとなんかこの空の紫とこの花の黄色と、まあ紫と黄色って合うんですけど、何かちょっと一つになってない感じがありますよね。まあこの段階で今ね、いろいろねどうしようかっていうのがね、想像を膨らましてる段階で、一旦この空の部分がね半乾きになってきたんで、コントラストを強めて、ひとまず夕日をね描き込んでいこうっていう風に、今頭がこっちに今度空の方に切り替わってますね。で、先ほどなんとなく描いたこの空のね部分のコントラストをこのように少しずつ、強めて描いていきます。夕日を描くときはこのように一回、半乾き状態にしてから、コントラストを強めていくと色がしっかりと乗ってくれるので、こういったねコントラストを強めて描いていくときは少し筆を湿らせて、濃い色を塗ったら、下の部分から光が当たっている部分に明るい色を乗せて、ぼかしていく、水のついた湿らせた筆でぼかしていくっていう感じで、少しずつ描き込んでいく感じですね。この空の部分にもまたここで黄色を少しずつ入れていくことで、この花の黄色と空の黄色でまたここでつながりがね、色につながりを持たすことで、
絵に統一感が少しずつ生まれてきますよね。で、この、赤紫と青紫をうまくこのバランスよく取り入れながら、コントラストを強めていきます。夕日を描くときっていうのは本当に根気よく少しずつ少しずつ色を重ねて描いていくようにするとうまく描くことができると思います。この一回でバシッと決めようとしないで、少しずつこの、ね、色を重ねていくと深みがある空を表現することができますね。で、この山の部分もね、のっぺりとした山だけだとこの平坦な感じになってしまうんで、光が当たってる方に明るい色合いを入れて、このね、立体感を出してます。で、ここで今この紫色、この紫色の花もここでね、ようやく葉っぱの部分にね、取り入れていってますね。そうすることで、この空とこの雑草の部分は、統一感が生まれますよね。やっぱりなんかこのね、絵の中でこの色合いを全体に少し微妙にこう取り入れるだけでも、絵にまとまりが出てきますよね。今回はこの海も紫だし、空の色合いも、紫が中心になっているんで、この花の部分にもね、少しこのように紫の花を取り入れることで、どうですか？この絵がこう一つにまとまりが出てきましたよね。なんでこの絵を描くときは、この今海のとこもね、光を取り入れてますけど、この光と影、それから反射ですね。夕日だったら夕日の反射を描くことで夕日を描くことにつながっていくんですね。なので、夕日の空を描いてそれで終わりではなくて、この絵で言うとこの下の部分の手前の部分の、雑草の部分ですね。雑草の部分に、空の色合いを反射した色合いを取り入れてあげることによってこの光を表現していく。なのでこの空の色合いの紫と黄色の花をこのように描くことで、また絵にまとまりが出て統一感が出ながら光を表現することができますね。で、この中心の部分を明るくしているので、この中心の光を引き立たせるために、このサイドの部分は若干暗めの色合いにしてあげると、よりこの中心の光を引き立たせることができるので、今この山の、下の部分ですね、海の部分の色合いを若干暗い色合いに、色のトーンを変化させてますね。で、いつも私はこの解説でよく話してますけども、この中心から光が出ている、絵の時はこの絵の四つ角ですね、特にこの下の部分の左右の角の部分を思いっきり暗くしてあげることで、この中心の光をより引き立たせることができるんですね。ぐっと引き立たせることができます。なので今これ茶色と黒を混ぜ合わせた色合いをこの下の部分と角の部分に軽くポン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 と乗せてます。もうこれだけでもね、ぐっとこう中心の光がふわーっとね、広がっていくような引き立たせる効果を持たせることができますね。はい、ということで完成しましたね。どうでしたでしょうか。全くね、頭の中真っ白の段階から描き始めてもね、このようにいろんな、ひらめきとか発想によってここまで自分だけの風景をね、描き込んでいくことができます。皆さんもぜひ自分だけの空想風景
よかったら楽しんで少しでも参考にしていただいて書いていただけたらなと思います。ということで最後までご視聴くださりありがとうございました。で、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。